12段目がね、終わりました、はい、まん丸にね、なってきております。それではね、次がね、13段目ですが、もうね、繰り返しになっていますね。今度ね、またあの細編みと扇形のところになりますが、今度ね、扇形の本数を増やします。長編みをね、7目の扇形にしていきますね、はい、円が大きくなったのでね、目を少しずつ増やしていきますね、はい。13段目の扇形のところです。鎖1で立ち上がり、根元にまずは細編み、はい、このねピコットの上の細編みのところに長編みを、今度はね7目編んでいきますね、はい。1,2,3,4,5,6,7、 はい、長編みを7目編んだら、この長編みのところに細編み、はい、これをね繰り返していきます。細編みのところに長編みを7目、7目編んだら長編みのところに細編み、はい、同じ要領でね、はい、目数がね、長編みが7目になりました、はい、こここここことね、ずっと同じ要領で編んできております、はい、今ね13段目までね終わったところになります、はい、ずっとね同じ模様を繰り返してきております。もう少しね続けます。ここからね14段目です。はい、扇形の上のところのね細編みピコットを編むところになります。同じ要領でね編んでいきます、はい、鎖1で立ち上がり、まずは細編みで1つ目を編みます。そしてね、今度は、長編みが7目ありますね。ですから真ん中の4番目のところでね、ピコットということになりますね。はい、同じ考え方でね、編んでいきます。下の長編み7目のうちの 1,2,3,4 まで編んできましたね。4が真ん中なので、ここでピコットを編みます。そして、はい、引き抜いて、そして残り長編みが3目あるので、細編みをまず3目、はい、そしてこのね長編みの上の細編み、ここに細編みを編みます、はい、今までとね同じ要領になります。細編みを編んで扇形の真ん中でピコットということになりますね。ではこれをね一周編んできます。はい、14段目がね終わったところになります。はい、14段目まで編んでね、およそ、29センチでした。はい、29センチね、結構大きくなってきました。またね、この同じことをします。前の時にね、
長編み鎖3細編みとね、このスペースを編んでいましたね。はい、同じ要領になります。鎖編み3目か長編みで立ち上がりを編みます。でね、鎖編みの数をね、また一つ増やしますね。2、3と来て、今度はね、4目にしますね。円が大きくなったので、鎖編みを増やします。鎖編み4目したら、ピコットに細編み。1、2、3、4目して、今度はピコットとピコットの真ん中、このね、長編みの上にある細編みのところに針を入れて、細編み、鎖1、2、3、4してピコットの真ん中に針を束に入れて、細編み、はい、次は鎖4目、そして長編みの上にある細編みのところに針を入れて、ここにね、長編みをします。鎖1、2、3、4してピコットの中に針を入れて細編み、鎖1、2、3、4編んで、はい、長編みの上のところに、はい、細編みに針を入れて長編み、長編み、鎖4、細編み、鎖4、長編み、鎖4、細編み、鎖4、長編みとね、規則正しく編んでいきます。はい、このね、鎖編みが1目ずつね、増えてますね。それから長編みが5、5、7とこれまでね、編んできています。ではね、この段を編んでいきます。はい、ではね、次の説明をします。ここからね、編み方がね、ガラリと変わるということになります。まずね、オレンジのマーカーをね、ここは、編んでからつけるんですが、はい、4箇所にね、つけております。で、これから最後にここをね、編むんですけれども、鎖4目分ね、ここをまずね、オレンジのマーカーをつけました。そして、隣から、1、2、3、4、5、6、7、8番目が角。はい。なので、マーカーからマーカーの覗いた間は7ということになります。マーカーの隣からまた1、2、3、4、5、6、7、8番目にマーカー。隣から1、2、3、4、5、6、7、8番目にマーカー。1、2、3、4、5、6、7で8番目にマーカーというふうにね、4分割してマーカーをつけたら、はい、マーカーを覗く間はね、7つということになります。そして分かりやすくもう一つ目印をつけると、ここが7なので 1、2、3、4番目、ここがね、真上ということになります。で、上下左右にマーカーもね、ちょっとつけてみますね。はい、最初につけたね、オレンジの方がね、4つの角で、後からつけたピンクは上下左右ですね、はい、につけたという感じになります。目安にね、つけました。はい、それではね、ここのところ編んでいきます。はい、ここのところはね、鎖4目で編んできていましたね。で、最後のところ真ん中で終わりたいのでね、鎖編み2つ、はい、そしてここはね、中長編みでも長編みでもいいんですけれども、私はちょっとね、長編みを編みたいと思います。そんなに違いはないんですけれども、はい、今
まあね、鎖2目と長編みを編みました。大きいなと感じる場合はね、中長編みでもいいです。はい、なるべくね、真ん中で終わりたいのでこのようにね、編みました。それではね、ここのところ、はい、マーカーをつけておきますね。角っていうことです。はい、それではね、ここから編んでいきますが、まずね、ここは長々編みを編みたいんですが、長々編みは鎖編み4目もしくは、長編みプラス細編みの 2階建てのね、編み目を作ります。鎖4目でもね、もちろん大丈夫です。ではね、私はこのようにします。長編みで立ち上がりの目を編みます。そして、このね、左側のこの糸、はい、こちらはね、頭ですね、右側が。で、左側が足ですが、これをこのように取ったら、上糸をかけて、くぐってすぐ出てきます。そして、かけて引き抜きます。これでね、長々編みの1目目とします。そして、引き続き長々編みを編みます。オレンジのマーカーのある角にね、長々編みを3目編みました、はい、それではね、鎖1をします。そして、次の隙間なんですが、今度ね、ここには長編みを3目編みます。そして鎖1、次はね、中長編みを3目します。鎖1、はい、そして次はね、細編みを3目します。はい、そしてこのマーカーのあるところ、はい、鎖1をしたら、ここにもね、細編みを3目編みます。鎖1。そして、ここがね、真ん中でした。そして、隣もね、細編みを3目します。そして、鎖1。長々編み鎖1、長編み鎖1、中長編み鎖1、細編み鎖1、細編み鎖1、細編みとね、3目ずつ編んできました。はい、ここがね、真ん中でしたね。真ん中の真ん中にね、マーカーを移動しておきますね。それではね、これを中心に左右対称になりますから、今度は中長編み、長編み、長々編みと編んでいきますね。はい、鎖1を必ず編んでから、中長編み3目。鎖1。次は長編みを3目。鎖1。はい、そしてこのね、オレンジのマーカー角のところに来ました。長々編みです。まだね、四角にはね、すぐにはなりません。少しね、このようになだらかになっています。今ね、ピンクのマーカーの、はい、ここを中心に左右同じように編んできましたね。
はい、これをね、4辺繰り返していくということになります。それではね、この角には鎖編みを3目編みます、はい、そして今と全く同じことをね、またここから始めます。同じところにね、長々編みを3目です。そして鎖1をして、こちらに今度は長編みを3目ですね。はい、最初の1辺と同じことをね、繰り返します。鎖1、はい、はい、まだね、少しこう角がありますけれども、この段はね、このように編んでいきます。長々編みからこのように編んで、角に鎖3目を編んだら、またね、同じことを繰り返して、はい、2つ目、3つ目、4つ目とね、ここまで編んでいきます。はい、四角になったね、1段目をね、編んできたところです。ここからね、水色のマーカーからずっとね、編んできて、はい、やや四角ですけど、まだね、綺麗にはなってないですが、このようにね、丸から四角へ変化しつつあります。ではね、この最後のところ、前と同じです。はい、今度ね、ここは鎖3目分なので、中長編みでね、終わりますね。はい、鎖編みを1つしたら、マーカーをしていた長々編みの頭に針を入れ、中長編みで終わって鎖3目分といたしますね。このようにね、割っております。それではね、四角になって2段目を編みます。まずね、同じように編んでいきます。はい、ここでね、はい、また長々編みをするので、はい、鎖編み4目か、私のようにね、2階建ての長々編みの1目目を編みます。左の糸に針を入れ、糸をくぐって連れてきて、かけて、この編み方ね、とても綺麗に見えると思うのでね、ぜひお試しください。ではね、引き続き同じところに長々編みを2目編んで、合計ね、3目の、はい、長々編みです。角にね、3目、未完成の角なので、3目だけで次に進みます。鎖1をします。そして今度はね、この下にある、はい、長々編みと長編みの隙間、はい、ここね、ここのところ、はい、ここにね、編んでいきます。今度はね、はい、長編みを3目します。鎖1。次は中長編みをしますね。下と同じ要領です。鎖1、はい、次ね、はい、ここのところです。ここのところはね、はい、そうです。そして次のところなんですが、今ね、長々編み、長編み、中長編みと編んできました。そしてね、ここからずっと中長編みをしていきます。はい、中長編みを3目、鎖1、このね、鎖1の隙間に中長編みを3目、鎖1、はい、そしてまたね、次の隙間に、鎖1の隙間に中長編みを3目、鎖1、
はい、次の隙間にも中長編みを3目。中長編みを1、2、3、4、5編んできましたね。はい、1、2、3、4、5。はい、次もね、中長編みです。はい、長長編み長編みして中長編み3目が1、2、3、4、5、6箇所、はい、6箇所に、ね、なってます。そして鎖1をして、ここに今度はここが長編みで、ここが長長編みですね。長長編みと長編みの間のここに長編みを3目。鎖1、そして角に来ましたね。はい、角ですね。角は長長編みです。長長編みで333編みますね。はい、ここまでがね、はい、編み方です。長長編み3目、長編み3目、そして中長編みが1、2、3、4、5、6箇所編んで、そして長編み3目、長長編み3目、これでね、左右対称になっていますね。はい、これをね繰り返していきます。はい、またね角は同じです。そして鎖1、そして今度はここのね長長編みと長編みの隙間に長編み3目を編みますね。はい、このね四角の2段目でほぼほぼ四角にねなるかなと思います。それではね、この編み方をそれぞれに繰り返して編んでいきます。はい、四角にしてからのね2段目を編み終えたところです。ほぼほぼね、はい、もうちょっとっていう感じですが、はい、だいぶね綺麗な四角になってきていると思います。ではね、四角の3段目を編んでいきますね。はい、今度はね、長編みを編んでいきますね。はい、長編みになります。まずね、鎖編み3目が長編みで1目目を編んで、同じところにね長編みをあと2目編んで合計3目にいたします。はい、未完成の角長編み3目しました。鎖1をして、はい、グラニーステッチ長編み3目で編んでいきますね。鎖1の隙間隙間に長編みを3目、鎖1、はい、次の隙間に長編みを3目、鎖1、はい、長編みを3目、鎖1。これをね繰り返していきます。はい、今ね半分まで編んだところですが、ずっとね同じになります。隙間ごとに長編み3目鎖1を編んで、角はね長編み3鎖3長編み3と編みます。はい、角のところにやってきました。このね、ここに長編みを3目で333をね編みます。
でね、綺麗なね、四角になると思います。はい。長編み3を、はい、角から角まで編んで、ここは鎖3で、またね、長編み3から同じことを、はい、4つの辺に繰り返していきます。はい、四角になってからのね、3段目を編み終えたところなんですが、いかがでしょうか？はい、ちょっとね、もう画面からね、はみ出してるんですけれども、ちょっとね、回してみますね。このようにね、はい、綺麗にね、なってきたと思います。ふんわりゆるく編んでいるのでね、この隙間のところがいい塩梅にね、伸びてくれますので、だいたいこういう風にね、綺麗に、はい、四角にね、なったかなと思いますね。ふわふわでね、とってもね、気持ちがいいですね。はい、そして自然にこう色がね、はい、変わってきております。はい、ほぼほぼという感じになります。はい、まあ、毛糸伸縮しますのでね、はい、これでだいたい四角が整ったかなというところになります。はい、それではね、四角の4段目を編んでいきます。今度はね、長編みをずっと1目ずつ編んでいくことになります。まずね、角です。はい、角はね、長編みを3目で立ち上がりますね。はい、はい、角の中にね、長編みを3目編みました。未完成のままね、次に進みます。そして次からなんですが、1目に1つずつね、長編みを編んでいきます。このね、下に3つ長編みがありますけれども、ここに長編みを1つずつね、編んでいきます。私はね、足のうちの1本をね、割り込んで、遮光しない編み方をしていますが、普通にね、頭を取って編んでいただいてもね、問題ありません。はい。そしてこの隙間は側にとって長編みを1目、はい、そしてまた長編みが3目あるから1目ずつ長編みを編んでいきます。そして隙間が来たら長編み、このようにね、1目ずつ長編みを編んでいきます。そして角のところはね、前の段と全く同じです。333をね、この角に編みます。これとね、見た目同じく編んでいきますね。これで一周をしていきます。はい、社長さんと一緒です。はい。そしてね、今ですね、四角の1、2、3、4段目がね、終わったところですね。長編みを1目ずつ編んできました。このようにね、四角が大変ね、綺麗に整ってきたなと思います。はい。段を増すごとにね、綺麗になるかなと思っております。私もね、即興でね、次はどう思うかなとかね、考えております。それではね、四角の、1、2、3、4、5段目、はい、5段目を編みます。5段目はね、引き上げの長編みをやっていこうと思います。まずはね、角に、はい、3目編みますね。3目編みましたね。それではね、この下の長編みを、引き上げの長編みをしていきますが、裏からね、引き上げます。裏からこのように刺してきて、長編みの足を全部スポーンとね、取ります。はい、足全体をこのようにね、刺して、上糸をかけて、ここから引き出して、長編みをします。この時ね、足が短くなりやすいのでね、十分伸ばします。はい。はい、2番目の長編みの足を全部このように取って、そして長編みをします。この時にね、はい、しっかり伸ばして、長編みをします。
このようなね、見た目になります。はい、この黄色のね、1目目から編んで、はい、最初はね、角の中に長編みを3目編んで、4番目から下の長編みに対して裏の引き上げの長編みをずっとね、編んでいきました。そしてこの角に入ったらね、はじめと同じようにね、角の隙間の中に長編みを3目編んでいて、これでね、一辺ができたという感じです。このようにね、裏から引き上げるので、前の段の長編みの頭がこのようにね、ライン状に上に浮き出るようになっていきます。それではね、これをね、繰り返していきますので、角に鎖編みを3目編んで、そして同じ角にね、長編みをまた3目編んで、と同じようにね、編んでいきますね。はい、角はね、鎖編み3目を編んでいきます。はい、このね、角の隙間に3、3、3と編んでいます。そしてここからは先ほどと同じようにね、このように長編みの足全体を裏から引き上げて、そして裏の引き上げの長編みを編んでいきますね。足をね、しっかり伸ばすのがコツかなと思います。はい。はい、このようにね、編むことによってね、額縁のようなね、効果が出てきます。それではね、これで一周編んでいきます。はい、四角のね、5段目を編み終えたところです。このようにね、はい、ラインが出ております。それではね、次の段、はい。6段目ですね。今度はね、方眼編みをして透け感を出していこうと思います。はい。角のね、長編み3目をね、ずっとね、同じです。はい。社長さん、社長さん、お静かにね。一緒にね、3目、いつもね、同じです。そしてね、次から方眼編みをしていくんですが、このようにね、考えました。ここの長編み3の真ん中を編みたいから、編む、編まない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 、なので、最初の長編みをね、スキップします。鎖1をして、この長編みをスキップして、2番目の長編みに長編みを編みます。鎖1、そして次の長編みをスキップして長編み、はい、1目大きい方眼編みをしていきますね。1目スキップして長編み、1目スキップして長編み、はい、このようにね、編んでいきます。そしてね、この段以降はね、ずっと、はい、角はね、333でね、このままの通りにね、編んでいくことになります。これでね、1段、このね、1、2、3、4、5、6段目ですね。6段目をこのように方眼編みをいたします。はい、四角になってからのね、6段目の方眼編みのところをね、編み終わったところになります。こんな感じでね、だんだん四角が整ってきたかなと思います。ちなみにね、方眼編みのこのね、この角を除いたここからここの長編みの本数はね、27本になっています。はい、それではね、1、2、3、4、5、6。次はね、四角になって7段目です。まずね、角はいつも同じです。はい。はい、角にね、まず長編みを3目です。ここはね、ずっと同じですね。
してね、次の段はね、ちょっとねボリュームを出したくてねパプコン編みをしてみようかなと思うんですけれども、ねちょっと待ってくださいね、印をつけて確認します。はい、今ね印をつけてみました。ここがねモチーフのこのねちょうど中心の長編みです。ここにねパプコン編みをありなしありとね一つ置きです。だからここからありありなし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 ありでなしで、今までのルールからいくとこの長編み3目の左側のこの青いマーカーをつけたところにはねパプコン編みを編むということになりますね。そしてここはねずっとなしのところになりますから、水色のマーカーのところで最初のパプコン編みを編むということになりますね。ここから一つ置きにあり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 とね、はい、このようにねリズムよく来たので、この半端のところはね長編みを編んでいきます。はい、この下のね一つ目の長編みに長編み、はい、そしてねここのところ鎖編みをします。パプコン編みの手前に鎖編みをして、ここを1目スキップして水色のマーカーをしたここのところ、ここにね最初のパプコン編みを編んでいきますね。はい、今ね、はい、角に長編み3、最初の長編みの上に長編みを1、鎖編みを1つ、土台を次はスキップしてここです。はい、ここに長編みを5目しますね。長編みを5目したから1目目から拾って1回キュッとしてパプコン編みのために鎖を1つ、そしてこのね次の隙間のために鎖を1つですからね、鎖編みは合計2目編んでいます。そして次はね長編みの上に長編み鎖1、はい、またね次はパプコン編みです。はい、長編みを5目したので引き抜いて1回キュッとして鎖編みを1つ2つして、そして次の長編みのところに長編み、はい、はい、このようにね編んでいきます。はい、7段目のね途中です。この段はねパプコン編みを始めています。はい、そして今ねここから始まりまして左側のね角にやってきました。この角はね編み始めの角とね同じ見た目になるように気をつけながらね編んでいきます。はい、ではねまずねここのところです。ここは鎖1をして、そしてこの長編みが3目並んでいる右側のここですね、ここにパプコン編みをまずいたします。社長さん、社長さん、お静かにね。はい、そして長編みを一つスキップしてここにまず長編み、で角をどうだったかなとね確認すると、このまますぐね角の長編みを編んでいましたから、はい、この状態ですね。はい、このね一番左端に長編みを編んでいますね。このまま次角にね入ります。
このようにね、終わっています。ここはね、終わりのところは長編みが4目ね、続いていますね。編み始めもね、同じように編んでいます。はい。わからなくなったらね、この編み始めのところをね、よく見て編んでいきましょう。そして、この後はね、鎖編み3目をして、今までと同じことを繰り返し、1周編んでいくということになります。はい、パプコン編みを編んだね、7段目を編んできたところです。はい、このようにね、なっています。四角をね、意識しながら、かぎ針のね、強弱もね、多少考えながらね、編んでいます。とってもね、このパプコン編みがね、可愛くなりました。そして、この先なんですけれども、はい、このね、パプコン編みを中心にね、この長編みの段までをね、繰り返していこうと思うんですね。ですから、この次の段は方眼編みをし、その次には長編みを編み、その次には裏引き上げの長編みを編むというふうにね、ここを中心に、ここをね、リピートいたします。ですから次はね、方眼編みをまたね、やっていきます。で、こういう時にね、ここが方眼編みだからとね、振り返って見ていくとね、わかりますね。まずはね、角にね、長編みを3目いたします。そして、ここですね。ここが方眼編み、鎖、方眼編み、鎖ということになりますね。ではね、鎖1をして、長編みを1つスキップして、2番目のところにまず長編みを編んでみますね。そして、鎖1をして、また1目スキップして、長編みを編みますね。鎖1をして、はい。そして今度ね、このパプコ編みのところ、ここ編むときはまたね、このパプコ編みの中に針を入れてね、編みます。鎖1。そして長編みの上に、長編み。これで釣りつまがね、あったかなと思いますね。はい。このようにね、この方眼編みから逆算して、ここをね、編みました。このようにね、なっています。それではね、ここから、はい、ここまではね、同じ編み方の繰り返しになりますので、このね、ここの長編みのところ、段数で言うと、1、2、3、4、はい、4段目のところになるまでね、はい、これをね、逆さまに編んで、はい、模様をね、編んでこようと思います。